大塚優勝は、日本の社会運動家、教育家。姉に、川上衆、妹に、末川八重がおり、川上はじめの議定にあたる。戦前、日本共産党に入党して、日本最初の銀行強盗事件である、赤色ギャング事件の実行犯となるも出国後は、満州国にわたり、満州映画協会で順英課長となる。戦後、日中友好運動に尽力し、 日中友好協会の会長などを務める。またも卓藤思想学院を設立する。1920年早稲田大学卒業。同年南満州鉄道に入社するも、1922年病気で退職。療養を経て、藤本ビルブローカー銀行に入社。1923年、国光五郎の長女栄子と結婚。国光家は南波大輔の親戚であった。 1926年、壮大の恩師、安倍総を死体、社会民衆党に入党したが、鈴木文治に反感を抱き、即日離党した。1929年、川上はじめの側近となり、同年12月新道農党、京都不連合会所記長となる。1932年日本共産党入党。同年10月赤色ギャング事件実行責任者となる。 1933年1月逮捕、同年2月治安維持法などの容疑で起訴、1934年懲役10年の有罪判決を受け服役。1942年満期釈放。同年8月、藤山和夫のつてで天笠正彦に認められて、満州映画協会上映部準映画長に就任。1946年4月、 日本人民主連盟委員長就任。同年9月鶴岡炭鉱日本人、労働組合委員長就任。1948年、東北人民政府工業部尾籍職工課長就任。1949年安山成功所外籍、職工課長、同総工会外籍職工部長就任。1950年、東北人民政府日本人。 管理委員会選挙課長、日本人民主新聞社副社長就任。1956年、日中友好協会京都府連合会常任理事、同副理事長就任。1958年、日中友好協会大阪府連副理事長就任を経て、同理事長、同中央本部常任理事に就任。1959年日本共産党再入党。 1962年、大阪日中友好学院設立。1963年、中国共産党万歳と書かれた腹巻きを巻いて、訪中。1964年1月、大阪日中友好学院高等部設立。同部は、毛沢東思想学院の母体となった。1966年、反治サム決起、日本共産党除名。 日中友好協会大阪府本部理事長、同会長、中央本部顧問などを務める。1967年、西沢隆二と共に、毛沢東思想研究会を設立し、1968年1月まで、同会の機関誌、毛沢東思想研究編集人を務める。1968年、毛沢東思想学院会校、機関誌、毛沢東思想に、 精力的に帰港。同年、日本共産党と決別。毛沢東思想学院は、連合赤軍を生み育てたと批判された。1979年、死去。1932年に、日本共産党に入党する。大塚は、早稲田大学卒業後、南満州鉄道の社員、ブローカー、銀行員を経て、はじめ新派の看板詰めをしていたが、 やがて家屋資金局事業部担当になった。また、義系の川上はじめの地下先行時代をずっと世話することになる。当時、日本共産党はスパイエムこと、飯塚光鶴が組織の中心になっており、非常時共産党と呼ばれており、戦前期最大の党組織を作り上げた。資金面にでも寒波によって月3万円を集めることができたという。従来、 党の周辺にいた人々を入党させ、赤旗もろく7000部発行するに至った。しかし、1932年3月に、党の外閣団体の一つであった、日本プロレタリア文化連盟が手入れを受け、400名に、上る検挙者を出した。資金網をやられた、同財政の困窮を救うための第一の手段は、金持ちの指定の審破に、家の金を、 解体闘争させるというものであった。さらに、同年7月から、家屋資金局と名称を変え、大塚を中心に、戦闘的技術団を作り、非合法活動のため、強盗、恐喝、詐欺、包もたせ、エロ写真など考えられる限りの計画を立てた。実際に、女子党員の色仕掛けに引っかかった、農園経営者から600円を脅し取っている。 彼らはまた、密輸業者からピストルを60兆以上購入し、東京白山の不動貯蓄銀行の襲撃を計画した。これは最初実行部隊のゴロつきに逃げられて失敗。二度目は自分たち自身で実行しようとしたが、これも失敗。武装放棄のための武器購入に資金が早急に必要だった。そして1932年10月6日、西城義春。 中村隆一らを指揮し、東京大森の川崎大百銀行を襲撃、ピストルで行員を脅して3万円を強奪することに成功する。モーニングを着て、清掃した川上義子、井上玲子を連れて、車に乗り強奪した金を運んだ大塚は、非常線に2回引っかかったにもかかわらず、無事通過することができた。川上義子は、川上はじめの次女で、 大塚のハウスキーパーであり、井上玲子は、京都市長であった、井上ひそかの次女で、実行犯の西大、吉春の恋人であった。しかし、ピストル密売のルートから糸をたぐった警察が、彼らの上にいた、今泉義和を逮捕し、大塚をはじめか置く資金局のメンバーを、次々と逮捕していった。大塚は、逮捕されてから、スパイの手で等の秘密が、 警察に完全に握られていたことを知り、もはやこれ以上苦労をしても無意味であると思い、丁重に扱うことを条件に儀家である川上はじめのアジトを教えて逮捕させた。赤色ギャング事件は権力による赤狩りに利用された一方、日本共産党指導部は同事件関係者をスパイ一味の挑発者と規定した。赤色ギャング事件の実行責任者であった大塚は、 同事件の責任転嫁をした、登場総部への怒りと、部下に対する責任を痛感し、苦悩したという。ありがとうございます。